次はシアフロンいってみます。あ、ホルモンも焼けてきました。お次は今年の干支ラッキータイガー、こちらのビールでいただきたいと思います。うわー、あっさ、はい、いただきましょう。OK、いただきます。うん、合うね。うん、これこれもおかわり焼いてます。いやいいよ、塩やからね、いろんなアレンジできるよ。ここで塩ホルモン一味レモンかけても美味しいよ。いやどっか100人いいね。じゃこれ引いてみる。あて、もうないねんけど、次のビールいきますか。じゃあ何いきますか。何でもしよう。来た。お、何ですかこれ。札幌生ビール、プロラベル。これなんていうの？エキストラ。エキストラモルト。じゃあこれちょっといただきます。これ初めて。いただきます。黒ビールかな？黒ビールみたい。あ、黒。黒でもさっぱりしてるこれ。いただきます。あ、うまい。あ、しめた。どっちでもいい。うん。ホルモンに合う。でもさっき湯本さんが言ったように、この塩ホルモン一味かけてもいいんじゃない、レモンかけてもいいんじゃない。まあ七味とレモンでしたけど、これまた最高。うん、ナイス。じゃあまたおかわりで3杯目のホルモン焼いてもらってます。要はこれ3回目、うん、3回目のホルモンです。やはりビールですね。今年も北からの悪魔のビール、これもいただきます。はい、ゆみこさんは何飲むんですか。まだ炭酸水飲んでます。しょっぱなの匂いが効いたらしく、なんか会話もおとなしくなってるみたいで。じゃあ3回目のホルモンも七味軽くやりろ。レモンでしょ。いただきます。いやでもこれうまいな、うん、このやり方。うん、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 
第3位、うん、そして悪魔のビール、うん、うまいっす。そして、アルパカ、これはね、もうぬくぬくっすよ。はい、水筒、水筒もいただきます。うまそうっすね。今日はい、こちら熊本県の菊池郡で作られているポン酢です。これはちょいとかけていただきますね。ちょっとだけよ。ちょっと。はい、ちょっとだけよ。ちょっとだけよ。ちょっとだけ。入れすぎちゃうとね、何でもダメです。またちょっとお鍋、ビールということで、インドの青鬼さん、いただきます。やっぱりおっさんの旦那氏に似てんだよな、雰囲気が。はい。で、ゆみこさんは何？ようやく復活したんで遅れて遅れて、はい、遅れて、はい、あげて、よいしょ、はい、いただきます。水筒最高やね。ただいま途中から牡蠣投入しました。さあ、じゃあ次は、次はっていうか鍋やけども、追加した牡蠣もいただきます。うん、プリプリ。ちょっと熱々やけど、ちょっといただきますね。また出汁の変わった、出汁が変わった、うん、あれもうまいっす。
教えとね、プロトミアのラーメンしっかり。うん。いただきます。もちもち。そして。スイート、うん、うまい。カキは疲労回復に助けます。免疫力もつけます。タウリン、うん、雑炊したらめっちゃ美味しいやろな。うん、うまいやろな、うん、そして鶏の厚切り団子、うまいっす。うまっ。こやつもうまし。お次はね、ウイスキー飲ますか。ウイスキー飲みましょう。ハイボールいきますか。よっ。いいね。じゃあ俺もちょっとハイボールでいただくかな。じゃあフォローゼのハイボールと、つまみはくるみ、サラミ、チョコレートでいただきましょう。はい、くるみ大好きなんですよね。こんな甘くない、結構ビター。うん、そんな甘くないな。甘そう。うん、ちょっとサラミいただこう。これは合うね、間違いなく。でも俺は一番この中で好きなつまみが来るんだけど、チョコもある。当然チョコもある。でもこの中のつまみでなれば俺はくるみ。うん、うん、